Já não se pode. ただいまより土日祝日限定のプレゼンテーションを行います、プレゼンテーション約5分間、ぜひこの機会にお付き合いいただければと思います。プレゼン中はこちらにございます2台の大型モニターを使ってお話を進めてまいります。どちらにも同じ映像が流れますので、どちらか一方の見やすい方でお楽しみください。さて本日私が皆さんにご紹介したいのは車の未来、日産インテリジェントモビリティです。そこでは人と車とそして社会の新たな関係が生まれます。まずはコンセプトカーのご紹介から。それではモニターにご注目ください。日産 IMX クロは日産インテリジェントモビリティの近い将来を見据えたモデルです。ドライバーのいない車が街中を安全に走る、そんな時代が2020年以降にはやってくるでしょう。例えば完全自動運転が実現すると、車は自分でパーキングを出て指定した場所に時間通りにオーナーを出迎える、そんなことも可能になります。皆さん想像してみてください。もしもドライバーが乗っていなくても車を安全に走らせることができたら、これはどんなに便利か、今までは考えもしなかった車の使い方が可能になってくるんです。日産 IMX プロは新たなプラットフォームと